やっと来た。エミ、心配したんだよ。なんか交通事故にもあって来れない状況だったらどうしようかなって。そんなわかりやすく嫌な顔しないでよ。当たり前だけど心配するわけないの。てかむしろ望んでたというか、その状況だったらまだ良かったなって思うか。あのね、私あなたのこと好きじゃないの。ごめんね。大嫌いなの。パイナップスイートパイナップスイートウィッキー。あ、私平坂愛香です。こんにちは。あまり人と目を合わせて しゃべるのがすごく苦手でして。そんなに目を見られると話せなくなるというか、失礼しました。萌美ちゃん、転校生、今日から来たの、よろしくね。あ、ごめん、挨拶が遅れました。私ささらぎさやかって言います。さあちゃんでもいいし、さあねってみんなから言われてるから、それで呼んでくれても嬉しいかな。今日からよろしくお願いします。バカみたい、いじめなんてしちゃって。何？聞き間違いじゃないけど、バカみたいって言ったの。ぶりっ子かなんか理由知らないけど、そんなんでいじめてるって、あんたたち本当は嫉妬してんじゃないの？自分が男の前で可愛い子ぶれないから、可愛い子ぶってるその子見て羨ましいと思って嫉妬してんじゃないの？もっとバカバカしい。そんな嫉妬感情で人のことをいじめるの？同じ人間だと思われたくないの？あんたもなんで言い返しなの？バカみたい。言っとくけど、助けたわけじゃないから。ただムカついただけ。俺は出来損ない、君は優等生、ありえないカポ回りや You know way、 待ち合わせは梅田に集合デイ。ちょっと大輝、大輝待ってって。もうさっきカブトムシいたんだから、一緒にカブトムシ捕まえに行こうよ大輝。ちょっと、あ、こんにちは、私の名前はリサって言うの。よく男友達が多そうとか言われるんだけど、本当にそう。育ちは川口シティ、ジャパニーズヤンキー。私自身が男みたいな性格だからさ。よろしくね。あ、大輝待ってってば、ゼニガメも捕まえようよ。育ちは川口シティ、ジャパニーズヤンキー。そんなに素っ気ないのさ、そっぽ向いてさ、君の方から誘ったくせに、ねえじゃないなら早く言ってよ、そんなに暇じゃないんだ、ちょっとひどいじゃない、あまりじゃない、恋がなんだかもわからないんだ、君が教科書になってくれるかい、いいよ。
君